皆さんこんにちは。 BCSL ワイドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤチです。同じくサポート担当のレックスです。はい、今回はハジリフシャープ02イエーイ、ということで、ハジリフとはゼロからワイドリフトを始める方や e スポーツ観戦をする方に向けた入門動画となっております。はい、また初心者にも役立つコンテンツを発信しています。概要欄にハジリフ再生リストというものがあるので、ぜひチェックしてくださいね。今回はワイリフ最初のチュートリアルの攻略を説明します。つまりチュートリアルのチュートリアルってわけですね。はい、ハジリフは手取り足取り教えます。皆さんとワイリフを楽しみながら学んでいきますよ。また動画でわからない部分があったらコメントやビビロイヤル X のツイッターまで質問待ってます。待ってます。それでは早速本編に行きましょう。自身のスマートフォンもしくはタブレットからワイリフを起動しましょう。起動したら任意の方法でログイン、ログイン。ログイン後はゲームの地域を確定してくださいと表示がされますので、一回読んでから次へをタップします。ワイルドリフトを日本でプレイしますと表示が出るので OK を押してください。 OK OK。 サービス規約が出てきます。一読後個人情報の取り扱いにチェックを入れ同意するをタップします。次にリーグオブレジェンドのプレイ歴を聞かれるので、はいかいいえかどっちなんだいっていう部分をタップします。そしてその後最初のパートナーとなるチャンピオンを選び選択を確定してください。その後全てのチャンピオンがもらえるため第一印象等で選んでしまっても構いません。初心者には一応アーリかガレンがおすすめとなっております。いよいよワイルドリフトがスタートです。カモナーズリフト経験者の方は右上のスキップボタンからチュートリアルを飛ばすことができますので活用してくださいね。最初にリフトの役割とポジション紹介、チャンピオン紹介が表示されます。次に左側に表示された本マークをタップしビルドを購入しましょう。ゴールドを消費することによってビルドを購入し自身のチャンピオンを強化することができます。ビルドの購入は自チームの本拠地でしか購入ができないので注意しましょう。はい、右下の上矢印マークをタップするとスキルを覚えることができます。アーリの場合は一番左のスキルを取得しましょう。チャンピオンのレベルが上がるごとにポイントが手に入りスキルを覚えたりスキルレベルを上げて強化することができます。左から1スキル、2スキル、3スキル、ウルトと呼ばれ、一番右のウルトは強力な必殺技となっており、レベル5になったら取得することができます。また移動したい方向に指を置くことによって移動することができます。今回はアーリなのでミッドレーンに行きましょう。ゲーム内で指示されたレーンの位置まで進むとワードのチュートリアルが始まります。右側に表示された黄色アイコンを左側の草むらまでフリックします。指を離すと右側アイコンの数字が減りワードが設置されます。スキルアイコンや通常攻撃アイコンをタップし敵を攻撃しましょう。敵を倒すと新たな敵チャンピオンとミニオンが出現します。次の目標は敵のタワーを破壊することです。しかしいきなりタワーを破壊することはできません。タワーを破壊するための基本ステップは1敵チャンピオンがいないこと、2味方ミニオンが敵タワーに進行していることです。そのため新しく現れた敵チャンピオンを倒す必要があります。なるほど。倒すコツを4つ説明します。お願いします。1味方のミニオン数が少なくなったら自軍陣地に下がりつつ戦いましょう。序盤のミニオンはとても強力です。2敵ミニオンの体力が白色になっている時に攻撃してみましょう。ミニオンを最後に倒すことによって追加のゴールドを獲得し成長することができます。3体力が減っている場合は自軍タワーの近くにあるハニーフルーツを攻撃してみましょう。落ちているフルーツを食べることによって体力とマナを回復することができます。4サモナースペルを使用しよう。青色の走っているマークはゴーストと呼ばれ一定時間足が速くなります。敵から逃げることにも敵を追うことにも使えます。緑色の兵士マークはヒールと呼ばれ自身と近くの味方を回復します。サモナースペルは一度発動すると次の使用可能時間、クールタイムが長いためここ一番のタイミングで使用しましょう。はい、敵チャンピオンを倒すことができたらミニオンを倒し味方のミニオンをタワーに進軍させよう。ミニオンよりも先にタワーの攻撃範囲に入ったり
ミニオンを進軍させてもタワーの攻撃範囲内で敵チャンピオンを攻撃してしまうと強力なタワーの攻撃を受けてしまうので注意しましょう。はい。右下のタワーマークをタップするとタワーを優先的に、ミニオンマークをタップするとミニオンを優先的に、通常攻撃マークをタップすると敵チャンピオンを優先的に攻撃するので有効活用しましょう。タワーの攻撃ができてるね。ナイスナイス。味方ミニオンがいなくなったり敵が復活したら無理せず下がりましょう。最初のタワーが破壊できたね。次はリコールを学ぼう。リコールを行うと本拠地に帰ることができます。本拠地では体力とマナを回復したりビルドの購入を行います。早速ですが青い光のマークをタップしリコールをしてみましょう。リコールはすぐにできるわけではなく時間がかかります。リコールモーション中に動いてしまったり敵の攻撃を受けると中断されてしまうので敵から離れた位置や草むらでやるようにしましょう。リコールができたら左に表示されているおすすめアイテムをタップし購入しましょう。これで自身をさらに強化できます。購入が終わったら先ほどのレーンに再び進行し敵チャンピオンやミニオンを倒そう。左に表示されているゴールドが1000ゴールド以上になったり体力やマナが少なくなったらリコールを挟んでみましょう。2つ目のタワーを破壊するとバロンナッシャーのチュートリアルが始まります。これらは中立クリープと呼ばれる NPC モンスターです。倒すことでゴールドや経験値、強化能力が得られますが勝っている最中に敵チームに見つかり攻撃されてしまうと戦況が不利なまま戦うことになってしまうので注意しましょう。大型の中立クリープを触るタイミングがわからないうちは味方に合わせて触ったり敵チャンピオンを3体以上倒し人数差がある状態で触りましょう。バロンの効果でミニオンとチャンピオンステータスが強化されてるね。これで3つ目のタワーを降りましょう。3つ目のタワーを獲得したらいよいよネクサスを攻撃です。ネクサスもタワーと同様反撃してくるので味方ミニオンを進軍させ敵チャンピオンを倒してから攻撃しよう。ネクサス破壊に成功。初勝利おめでとう。おめでとう。もう今夜は全てを投げ出して、そして続行をタップしよう。ワイルドリフトガイドをタップしよう。次に画面の案内に合わせてタップしていきましょう。今回の報酬としてジンクスが手に入ることができます。ジンクスはネットフリックスで配信中のアニメアーケインにも登場するチャンピオン。可愛さと強さ、クレイジーさが人気のチャンピオンだよ。今回の解説はここまで。次のステップや初心者向けの動画をどん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 と投稿していきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いいたします。お願いします。また今回一緒に解説してくれたレックスも YouTube や Twitch でライブ配信を行っています。概要欄からチャンネルをチェックしてみてください。お願いします。それでは次の動画ライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。 バイバーイ。